三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。今回のテーマは弓サーチについて話していこうかなと思います。この試合なんですけど、遠弓速速の送信がすごい活躍する試合となっているんですが、これに関して弓サーチでいろいろと、まあ、誰でもできる、本当にもう初心者でもできちゃう弓サーチの、まあ、秘訣というよりはちょっとしたマジックがあるんで、それに関して話していこうかなと思います。まずは開幕ですが、相手の方は復系がなしで素武力もまあそこそこ、こちらは最高武力6ではあるものの素武力高めで、かつ復系もいるので、できることなら序盤は内乱を取っていきたい。特にこのタイプの相手のデッキには一発開幕内乱を取れると、相手のデッキの機動力がさほど高いわけではないので、序盤リード取れると終盤以降までかなり有利な状態を持ち越して試合ができると思うので、ここまず遠弓将棋の活躍ポイントですね。 5K を撃破したことによって相手の守りの部隊が減って内乱取りに行けそうという感じでしょうか。で、毛達で張っつくことによって相手に守備を強要、毛達を守ることを強要させて、で、指揮さんと同時に義務の継戦で制圧力を上げて内乱を取りに行く。毛達の向上はギリギリ間に合わなかったんですが、魚体ももう削れてるのでなんとか内乱は取れそうで、ライドウ送信ガクチンの3枚が視力3枚が帰ってこれれば相手の次のフェーズにも対応が効きそうで、ここは、内乱が一発入って相手は、舞台が整うタイミングなのでラインを上げてくるかなというところで、相手は、旅隊を、チャージを旅隊のためを発動で、こちらはリーを迎撃取って、ガクチンで、槍のいないところへ詰めていって、で、送信が、弓で旅隊への削りを狙っていってところで、相手は連環の方、こちらも連環の方なので当然ここは合わせていきたい。しかもこちらは、相手が防作再起に対してこちらは聖兵再起なので、なおのこと、ぶつかり合った状態で連環を合わせれるなら理想的で、こちらは指揮4と同時に小兵器の遊撃で、ここなんですが相手4部隊が直線上に並んでいて旅隊のサーチは難しいんですが、ここを一発で決めていくんですわ。これはコツがありましてですね、弓サーチの本当もう誰でもできることなんですけど、これは後で説明していきます。で、まずは一番逃げて帰っていきそうなリーから狙ってリーを撃破で、次に狙うは体力が削れている 5K で、 5K を撃破したところでこの一連の弓サーチの流れについて説明していきましょう。ですね、画像を出しておきます。こんな感じで、弓の照準ですね、一直線に角度の近い方に弓を打つので、カードのど真ん中に、カードスリーブの上から油性マジックで黒い線を引いておくんですよ。こうすることによってこの線の先が照準だという風に分かりやすくなって、弓サーチが一気にしやすくなるという方法ですね。で、これはここで気づいた方もおられるかもしれないんですけど、これですね、カイジが鉄骨渡りの時にやっていた靴の上に油性マジックで線を描く方法、まあこれがモチーフになってるんですけど、その方法をですね、弓兵のサーチでやってみたら思いのほかすごい照準が分かりやすくなって、あれ弓サーチめちゃくちゃうまいんじゃないかって錯覚できちゃうんですよね。なので、この鉄骨渡りでやった靴の上に線を引くやつとの、まあこのなんて呼べばいいんか故障わかんないんですけど、この弓サーチの仕方すげえ強いですよっていう、そういうお話ですね。僕は結構闘志とかで遠弓を使う機会が多いので、遠弓ってやっぱり本当にもう弓サーチできるかできないかで全然成果が変わってくるので、あれですね、もう本当に
この方法おすすめですというところで、送信は44カウント、ガクチンは永続なので、特に送信で、まあ送信でガクチンを守るという感じの使い方ですね、今のは。で、速速がついているおかげで、リーからは牙から逃げ返れるので、今みたいにうまくいってくれたので、相手に5程度、式2回分、式8を吐かせることに成功しましたね。送信はまあもう一応一番大事な仕事はしてくれた後なんですが、ガクチンの方はまあガクチンがこっちは落ちるとかなり厳しいんですけど、送信の方は落ちてもそこまであれなので、ガクチンの生存を優先したという感じですね。送信のまあ私が必要ですか。あっちは6号として仕事できるに対して、ガクチンはもう本当に死んじゃうと制圧ゼロになっちゃうんで、で相手ここは大前なる戦慄チョイスは、5系これはまあ式ゼロでいけるんじゃないかなという感じでしょうか。でリーが迎撃取れたんで、まあこれでほぼ勝ち確かな。こっから先、いやまあでもなんか飛ばしちゃうのもあれなんで、一応流しますか。負けないんだから。でここで主攻号を撃破して、で、相手はもう奥義も叩いてるんで、そのまんま部隊撤退させて全軍突っ込ますという感じかな。でもう残りカウントも短いので、防作はスルーしてよさそうで、こちら士気が溜まりきってるので羅剣を発動。貨幣戦法、兵力半分でも貨幣戦法ってすごい効果が上がったんで、これでも武力プラス7。で、相手は城から煙出してきたので、こちらはとしては落城が取りたいんですよね。相手が今ゲージが結構、内乱ゲージが結構ギリギリで、ちょっと前に出されたら内乱が止まりそうだったので、下降挙で相手の部隊を止めて確実に内乱を取って落城を狙いに行く形で、相手はリーを発動、突破陣中突破で突破効果によってちょっとでも前に出そうというところっぽいので、こちらさらに火器を2度掛けして移動速度を下げることで確実な内乱を入れて、もうより確実な落城を取りに行こうという感じでしょうか。でここで、内乱が入って落城、あれですね、10対0からでも次の1点を取りに行く野球をしていきたい、そういうコンセプトでやっております。それではありがとうございました。ゴンゴ、相談。突き進め。あっちゃ。負けないんだから。撃て。いかにってやつ。撃て。戻って。進め。連れて。危ういか。届け。連れて。届け。どうしてあげましょうか。
進め。そう。オール解放。マスター。届け。オール解放。
どうしてあげましょうか。よーし、抜き進め、抜き進め、ようやくお迎えか。この地より速やかに去れ。危ういか。この地より速やかに去れ。ゴンゴン、ドーダウン、迅速速攻、こういう勝利じゃねえとな。